とりあえず Z アイテムいっぱい買ってから、あれしないといけないな。あいだだだだだ、生きてー、もうやだ、俺はもう戦わねえだがや。ふん、死にたい奴は放っておけ。俺は修行してもっと強くなる。あー、倒れちゃった。やじゃべ。お。地球の10倍の重力で。おーい、悟空よ。今日はとびっきりの修行相手を用意してやったぞ。誰だ？ラディッツ。二度も俺に殺されるとは、つくづく運の悪いやつだ。な。残念だったな。オラもう死んでんだぜ。まあ、もう死んどるんじゃしな。何にも恐れず思いっきり戦うんじゃ。死んでても戦えるのが面白いんだけどな。オッケー。とりあえず出てくる敵は全部ぶっ壊したい。カメハメハ、オッケー。まあ、なんか斜めから打つよりか横から打った方がいいかなと思って。ちょっと降りてから、ためカメハメハで、ボコボコにしてやりましたと。バカな。この俺がカカロットごときに。オラも驚いたぞ。すげえパワーアップだ。おお、見事じゃ孫悟空。わしの想像以上に成長しよった。オッケー、よいな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。了解。いろいろありがとう、カヨ様。もし死んじゃったらまた会いに来るぞ。ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching。